皆さんこんにちは。私は藤沢が誇る美人神主アナウンサーの北岡真央です。地元のみんながそういう愛称をつけてくれたんですが、美人美人と言わないと誰もが私のこと美人って認識してくれないので、そう頑張って言っています。当日は司会進行役を仰せつかりました、キャラメルボックスの多田直人くんと一緒に司会を盛り上げていきたいと思います。はい、もうタイトルに昭和がついてますので、私ね、昭和時代を中学校2年生まで生きてたんですよ。昭和って携帯電話もなかったし、みんなの感覚がなんかすごく研ぎ澄まされてたと思いません？そこに行かなければ会えないし、ここにいるんだろうなって想像しながらその場所に行ったし、だからその昭和が持つミラクルな部分だったりとか、昭和が持ってたそのパワフルな部分を当日発揮できたらなって思います。チューブプリプリヒーロー、みんなが見たい、みんなが行きたいイベントだと思います。お待ちしてます。諦めるなんて文字は俺の辞書には書いてない、成功するまでやめないぜ、それが答えなんだ、たとえズタボロになってもどうぞ鼻で笑ってくれ、最後一人になってもデコでも動かない、それが答えなんだ。